はい、どうも、ダンドラと申します。そして、はい、エデンです。はい、ありがとうございます。はい、というわけで1ヶ月ぶりでございますが、はい、ダブルブリーズがちなので、その一戦動画を撮ろうと思います。やっていきましょう。はい、というわけで、僕が、これ、ちょっとわかりますか？お、噂のあの、ドラゴンシールドなんですね。はい、じゃ僕のレシリーザーと勝負してくれないか。僕はただのピカチュウなんですけど、スリープは、メトルトン、いかにも誰も組まなさそうなやつを、ね。いやー、僕好きっすよ、すごい。うん、というわけで、自ら進んでこれを組んで、はい、組むよっていうね、ことを言ってくれたんですよ。はい、じゃあ、よろしくお願いします。あ、いいね。はい。はい。はい。あと、GX マーカー。あるよ、はい、タッグチームあ、OK、最初はグーじゃんけんぽい先行で、はい、かしこまりました。まあいいですよ。ありがとう。じゃあ7枚です。はい、7枚です。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、違う人ですよ。あ、1枚いきます。ジュルジュルネックですかね。ベンチに先に願い星を使いましょう。よいしょ。はい、5枚いきます。見て、ここですかね。じゃあトレーナーズを1枚。なるほど。はい、エスケープコードを持ってきます。で、眠りに行きますね。はい、はい、お願いします。はい、こうなるのか。そうですね。はい、つけるね。つけます。はい、エスケープコードつけて、はい、で、ベンチにギラティナも出しちゃいましょう。で、ギラティナに手張りをしましょう。ただのギラマネロじゃん。ギリ使います。2枚なんで、6枚ですね。アロベット出てくるんだ。まあ見ててくださいよ。タッグチームはそうね、ポンポン出す存在じゃないんでね。まあ、これで終了で、はい、1枚いきます。はい、PK トラッシュですかね。はい、となると、まずはじゃあベストボールから。はい、どうぞ。山札を確認させていただきですね。ぼち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 。じゃあベストボールでまず、じゃあ出しましょう。シャラマンドリザードン、はい、出して、場に特性を持つポケモンがいないので、ブルーの探索使います。なるほど。はい、トレーナーズを2枚手札に加えることができると。ここ1段目なんでね。はい。じゃあ、入れ替えとネストボール回収。で、ネストボールもう1枚使います。はい。で、ボルケニオン出して。あー、そうですか。はい、そうです。うざっかりしたようなことか。そうですか。手札が何枚ですか。8ですね。8、了解。で、まだいじります。はい。で、じゃあ、ボルケニオンベンチ出して、じゃあ、ポケモン入れ替えで。ここ入れ替えて、はい、よしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、このエネルギー手割りします。はい、で、そうですね、じゃあ、フレアスターターで、山札からこのエネルギーを1枚自分のポケモンにつけるんですけど、高校1ための最初の番なんで、つけられる枚数が3枚までになると。3枚まで好きなようにつけられると。ケイ、ブルーの探索が強いだけの動画になってしまう。いや、どんどんつけてもいいんですよ、好きなようになんで。いや、あれですよ、魔性の爪飛んでくるかもしれないですけど。はい、カットお願いします。はい、で、じゃあ、これレシーブ台につけていって、じゃあ終わりです。はい、確かに。いきます。よいしょ。なるほど、この弱点だから、そいつもなんとかしないと分からへんのか、一応。後ろのマイイカにエスケープボードがありまして、こっちのマイイカをカラマネのに進化されまして、で、これ、ハルカなんですけど、これはまだいらんな。じゃあ、この状態で白なんで、ね。えいっ。よいしょ。白な。願い星の、眠りの判定ずっと忘れそう。ああ、まあ。まあ、なんか編集どうにかしておきます。お願いします。一応さっきの番のあれだけやって2回投げてるんじゃない。いいっす。1回目やってくれ。もう1回。あ、まあ、はい、寝てたってことで。寝てたってことで。はい、1枚ですね。123よいしょ。じゃあベンチにうちも出しましょうか。ベトベトン、アローラベトベトン出しまして、手張りしまして、願い星つかみます。はい、よいしょ。上から5枚。ネビシも使えるのおかしいよな。おかしいよな。使えないっていうテキストを追加するべきだったとは思わんかね。微妙。ビギュー。もうワンの動作もしっかり確保していく。はい。お願いします。はい。よいしょ。エスケープモード、ジラチ、逃げ寝ゼロで逃げます。で、前にギラティナを出させていただき、呪いの札を発していただきます。はい。なぜ笑う。いや、なんでもないです。はい。じゃあ、これでシェイプでお願いします。呪いの札か。強いんです。もう一回ブルーの探索使います。ああ、強っ。よいしょ。じゃあ、ハイパーボールと火打ち石回収します。はい。で、火打ち石を使いましょう。まず。はい。このエネルギーと、これいらないかな、マチマチマチに捨てます。はい。よいしょ。で、山田からこのエネルギーを4枚まで手札に加えることができると。多すぎですね。はい。で、まだ維持できます。はい。で、4回収しといて、ハイペーボールで、1枚トラッシュして、よいしょ。
で、ここで持ってくるのは、もうそろそろ、じゃあ、ブルの探索は使わなくていいかな。特性持ちを。で、まあ、一回使ってからもういいですよ。そうだね。で、じゃあ、カットお願いします。はい。で、じゃあ、雇もユニークに進化します。はい。で、じゃあ、特性炙り出すで、手札の方のエネルギー1枚捨てて、3枚引くことができる。イートファクトリーですね。いいですね。いやいや、削るだけ作った。手張りします。はい。手張りして、じゃあ、高熱サバッカで、はい、バニーホのエネルギーが4枚以上ある、4個以上あるから、60ダメージですか ?110 ダメージ。110。はい。で、終わりです。よいしょ。はい。じゃあ、しまし、よいしょ。ハイパーボードで、手を使います。よいしょ。で、カラマネを持ってきて、進化させますと。はい。はい、これで、ガッと出します。はいよー。よいしょ。ここで動けるかすごい重要なところ。リレー使います。はい、1枚なんで5枚。はい。あーっと逃がして逃がしてこうしてこうしてだから、あ、いや、いけるいけるか、いけないかも。ポケモン入れ替えで、はいはい、ジラーチとギラティナを、はい、切り替えさせていただく、はい、で、前に出します。はい、よいしょ。で、この状態で先にじゃあまた願い星ですね。はい、5枚1、2、3、4、5。ほい1、2、3、4、5。よし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 。ミステリートレジャーと持ってきて、で、そのまま使います。はい、で、超エネルギー。はい。ポケモンはこれ1枚なんですけど、そうですね、1枚持ってきておきましょうか。じゃあ、ヤスパーでお願いします。ヤスパー、ヤスパー、ヤスパーで、カットお願いします。あー、なるほど。下の技が強いんです。確かに強そうだ。で、眠りになって、はい、サイコリチャージが入ります。はい、トラッシュから超エネルギーをつけます。で、逃げ寝ゼロになってるんで、逃がして前にアラベトを出して、はい、粘りをして、はいはいはい、ここまでやって、やることやって、ただボルケニオンに逃げられるとめんどくさいんで、スタジアムを張りましょう。はい、ダストアイランドで。なるほど。毒のポケモンが、トレーナーズの効果で現地ポケモンを連れ帰ったら逃げるにはいいと、はい、毒が引き付けます。で、ここまでやって、ベンチにさっき持ってきたヤスパを出しておきます。はい、はい、じゃあこの状態で技を使います。勝負、バッドボイズンで、毒にします。毒、はい、で、毒で乗せるダメ感の数が8個になります。嬉しそう。嬉しい。8個か、はい、ってことはこいつ殴ったらこいつが落ちちゃうのか。激ヤバでしょ。じゃあ1枚いきます。はい、よ、なるほど。トラッシュ見ますね。こっちで行くか。溶接庫使いますと、手札の方のエネルギーを2枚まで自分のポケモンピンにつけて、その後山田を3枚引くと1枚だけつけます。強すぎるみたいな。で、1枚つけて、じゃあ3枚引きますね。はい、頼む。あー、よしよしよし、 OK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 、 大丈夫大丈夫。で、これなんで、これでつけた。で、炎を一緒使います。はい、トラッシュのエネルギーを3枚、手札にコントロールできる。はい、強い。さすぎる。3枚回収して、で、手張りしますと。よし、炎デッキやべえな。ハイパーボール使います。はい、で、スキルカウント形巻き捨てて、バイ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 。フラダリーで、ガーディー練習しておきます。ガーディー、ガーディー、ちょっと確認しておいて。で、じゃあできなかったのでします。いいっす。で、電池出します。はい、で、この手段だとアグリカスは多分使わなくていいから、エネキティ逃げます。はい、エネキティ逃げたらダストアイランドは引き継がないと。そうですね。よいしょ。で、ここ出しといて、なるほどな。で、まあ、ワンパンはただできないんですよね。はい、なんで、これでそうだな。じゃあ、フレアストライクで、はい、230ダメージ。で、次の番、こいつはフレアストライクは使えないと。普通に230って言ってくるから怖いですよ。怖いです。はい、了解です。よいしょ、禁止状態ですね。1枚いきます。よいしょ。はいはいはい、このハンドがちょっと頑張ります。いい絵で、はい、手札2枚なんで、4枚いきます。はい、よいしょ。1、2、3、4、5。よいしょ。では、穴抜けの紐でお願いします。抜け火。抜け火です。何回選んで？これ、こいついらなさそうなんだよ。かわいそう。ここで、はい、エンディングさんで、うちはジラーチさんで、ジラーチング。よいしょ。ダメ感あんま乗っけないでくれます。さて、パンパンしてくださいよ。はい、で、願い星使います。はい、よいしょ。1、2、3、4。よいしょ。ハイパーボールでお願いします。はい、なるほど。はい、テープ、はい、テープボールですね。テープボールナイス。で、これは眠りになって、抜け火で逃がしたんで、こいつは逃げれるので、はい、眠り状態に逃げます。そこ買うか。はい、
じわじわ攻めて、これで終了でお願いします。1枚引きます。ネストボール使います。はい、もう1匹やっともう1ペンチに出してきます。はい、で、あのガバディの気になるんだよな。ガバディはまあ、あの最新の倫理ですよ、言ってしまうと。はいはいはい。で、ここでゲギア 3.0。 はい、7枚見て、ちょ、グズマ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 、あ、じゃあはい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 、やった、グズマ引いた、やった、グズマ引いた。で、デッキのカットお願いします。はい、いいっす。で、そうですね、じゃあグズマでお前じゃい。いいっす。はい、ちょっと消し飛ばしてやるからよ。そうそう。で、サポは使ったんで、ここは手張りしておこうかな。手張りしておきます、ガーディに。はい、手張りしておいて、ベンチに帰ったんで、フレアストライクの効果がリセットされてると。はい。じゃあ、もう一回フレアストライクで、はい、203種で消し飛ばします。はい、で、3枚いただきます。はい、終わりです。よいしょ。じゃあ、スケープボード時代して。はい、1枚引き込みます。はい、ペーパーボール。ペーパーボール。対象なしで。対象なしで。はい、お願いします。かしこまり。で、願い星を使います。はい、よいしょ、1、2、3、4。別に使わなくてもいいんだけどさ、使えるんだったらとりあえず願い星使う。いや、まあ、手札が増えますからね。よいしょ。一応持ってきておきましょう。じゃあ、グズマで。はい。ハンドに加えます。まだ使わなかった。はい。ハンドに加えて、ここはね、まず、あ、一番倒したいのがここなんで、まあ、使いたくないんですよ。2番するのが理想的なのかな。で、さっきアラベトがやられてるんで、超上に2枚を、サイコリチャージ使って、はいはい、キラキナにつけます。よいしょ。で、そうですね、2番ですね、ここはしょうがない。スケープボードで、キラキナ 2.0 で入れます。はい、よいしょ。で、前に、キラキナ出しまして、はい、よいしょ。はい、サポは使う必要ないんで、じゃあこれでシャドウインパクト使います。30段目です。はい。で、自分のポケモンには何かね、ちょっと、はい、あの管理室はまあ、ベンチステージは基本的にないんで、そうですね、それとね、ギラティナに寄せられないのがちょっと残念です。あ、まあそうだね。とりあえず、よいしょ、絡まるので、はい、ちょっと消します。あー、お札が厄介だなぁ。溶接工を使います。はい、この絵に2枚をガーディンで、はい、で3枚引きますね。1の質問カズレリアだったんですね。なるほど。あ、じゃあ火打ち石使います。はい、火打ち石とネストボールス取って、ちょっともうほとんど何枚あるんですか。圧縮しておこう。2枚だけ回収ですね。はい、ただちょっとここに山にあるカードだけ確認しておかなきゃいけなくてですね。ですね。はい、なるほど、かしこまりです。よっ、かしこまり。よっ。で、カットお願いします。カットです。カットです。カートで、はい、ありがとうございます。で、アプリダス使います。よいしょ。1枚捨てて3枚取引みてぇだな。取引みてぇだな、応援したりの。もう、ルガズロリングを犯されてるな、かわいそうに。アカルセーザー、ハイパーボール使います。はい、やっと思いとこ振りやすくて、はいはいはい。じゃあちょっとね、第2のリンギーちゃんを回収します。はい。で、デッキのカットお願いします。よいしょ。じゃあ進化しますね。普通に GX 倒せるんだ。そうなんですよ。で、進化しといて、はい、エネキテ逃げます。はい、エネキテ逃げて、ウィンディ爆弾、ウィンディ爆弾して、よいしょ。で、じゃあこれでグランドフレームで120で気絶させつつ、はい、トラッシュのホノエネルギーにはベンチコンペンを引きつけると。なるほど、はい、まあ、そいつが殴れるようになる。そうですね、はい、じゃあここは前気絶で、お札のダメージで効果してるんで、お札の効果で、ダメ感4個乗せるんで、ボルケニオンが残り HP40 ですよね。40ですね。じゃあ、ボルケニオンに4つでお願いします。あー、よし、よいしょ。最後は1枚、お互いに1枚ずつ。よいしょ。おぉ。で、終わりです。はい、チラチラします。1枚いきます。よし、これ繋がる、これ繋がる。これ繋がる。まずは、ここは隠せるニャスパー手張りのサイコリチャージに使います。ドロン、よいしょ。ドロン、ドロン、ドロン。で、鳴らされるの怖いんで、レスキュー感覚使います。はい、で、戻す効果で、マワイかアロベト、はい、ちゃんとアロベトが戻る。アロベトを戻します。はい、アロベトいないとね、マジでアタッカーいないから、このデッキ。で、まだいじります。ギラティナでいいんじゃないですか。ね、そう。いやー、火力がちょっと足りないんですが、やっぱね、毒でダメ感8個ぐらい乗せるぐらいの気概がないとね。はい、はい、スカッとお願いします。よいしょ。はい、置いて、願い星使います。はい、それから、5枚。
白なんはい、白なんで切って、半分に加えて、はいはいはい、そのまま使います、はい、なるほど、イヤー気熱で消し飛ばされるのかもしれない、そういうことだと、お願いします。わあ、知らなかった、なんだそのカード、初めて見ましたね。新顔のカードなんですけど、ダブルブレイズってパックに入ってるんですけどね、知ってます？聞いたことありますよ。はい、6枚です、はい、出張りました。どうぞ。はい、じゃあこの状態で、スケートボードのチラシを出して、はい、ヤスパーマイヤーしています。願いました、使ったんだっけ。使いました、ね、あ、ありがとうございます。こうですね、じゃあこのまま技使います。イヤーフィネッシュで、何でしたっけ、相手のベンチポケモン1匹に、そのポケモンに持っているダメ感の数かける20ダメージ、シマンドリザードミンさん133と持ってるから260ダメージそれさ、あのさ、デッキ間違えてますよ。いや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 、カラマネロと非常に噛み合ったコンボ。まあ確かにそうだ、相手のベンチポケモンに乗ってダメ感が13個あるんで、はい、260ですね。ファストポイズンすれば大丈夫です。はい、消しておきます、はい、あ、そっか、合わせるかな。ラップチームじゃあ、大丈夫ですね。あ、結構違うです。あともエンゲージに進化します。はい、進化して、先ほどの消しを使います、はい、トラッシュの方にエネロ3枚、手前に加えると、はい、加えて加えた上で2、4、6、9だから、炙り出す1回使います。はい、この絵で捨てて3枚引く、引いていく、引いていく、で、これだから、これはね、こっちで決めに行こう、溶接工で、はい、このエネルギーを2枚こういったアタッカーにもなるんですよ。なるほど、で、3枚引きます。60なら、なるほどね、はいはい、入っちゃった。で、じゃあこの状態で、グランドフレームで前配します、はい、で、トラッシュの方エネルギーを2枚、自分のベンチポケモンに来てなんで、エネルギーにつけて、はい、はい、で、終了です。はい、チラシから、はい、どうぞ。60、なるほどね、1枚いきます、はい、よいしょ、願い星から、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、1枚いかなかった、はい、どうぞ、あげる、5枚、はい、どうぞ、よいしょ、はい、はい、はい、ハイパーボール、はい、テーブルで、はい、ハイパーボールで、ポートラッシュ、はい、どうぞ。で、あー、でもなー、これ微妙日やなー、微妙はなしで大丈夫です。大丈夫です、はい、ちょっと微妙かもしれん。サイコリチャージ2回使います。ここと、ここで、アルベドに入ります。貼って、はい、あ、眠りですね、迷わないで貼って、エスケポートで入れます。ベトベトミックス、前にベトベトン出してベトベトミックスはまだ足りないですよね。手張りです。ズルネでも打てますよ。打てなくは、打てなくは、アセロラで絡まれて、ああ、はい、イカちゃんを回収しますが、ここ次ね、エンディングに絡めちゃう、はい、で、しかし、マイカーこれでベンチに出せなくなったんですね。ワンチャングズはないかもしれない、ワンチャングズはありますよね。で、ベトベトミックス使います。麻痺、毒と麻痺で、根が4個ついてたら毒15個で絶対させられるんですけど、4個選んでただの毒と麻痺10と、はい、なるほど。じゃあ1枚引きます。となるとグズマ、カラマネロ、はい、引っ張って毒引き継いでくださいね、ダストワードなんではい、わかりました。はい、で、エネ切って逃げますわ。はい、よいしょ、エネ切って逃げて、いやウィンディーだったな、最終的に。で、割り捨てじゃヒートタックの190ダメージで、はい、そして、50ダメージですね。了解です。はい、1枚取ってありがとうございました。ありがとうございました。ジクソンさんはほとんど使わなかった。あ、炎もみんな強い。あ、炎使ったね。炎みんな強い。あ、まあそうだね、それは確かにある。こいつが本当になんかエネの枚数だけが大変だったんだけど、溶接工で簡単に育つようになったから、うん、グランドフレームが過ぎてるようになったっ、ね、すぐに190を出せる。そうですね、まあ序盤こっちで繋げつつ、こっちで最後エネ加速しつつ殴るみたいな感じで、溶接工でエネも加速できる。一旦6にしちゃえば、まああとはニャスパーとかでワチャワチャしたりベトベトしたり。なるほど、お互いの GX 技があんまり機能してなかったみたいなんで、また後日やりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。